皆様お疲れ様です。小田急タイムです。以前紹介したこちらの写真、和光女子学院卒業アルバムからの一枚です。現在は東京都町田市にある和光。当時は世田谷区の共同に校舎がありました。現在和光女子は存在せず、校舎は和光小学校と幼稚園になっています。この写真、共同近辺ではないかと思い、いろいろと探してみました。広い道に山門が確認できます。共同のお隣、豪徳寺。しかし、視聴者様からこのようなコメントをいただきました。山門の形は違いますが、この場所のようです。1871年頃の伝通院。伝通院は1415年創建。1945年の空襲で本堂、山門などすべて焼失。本堂は1949年、山門は2012年に再建されました。
ちらは亡き父が撮影した映像で2002年頃だと思われます。天津井には千姫、徳川家康の母である於大の方など歴史上の人物が眠っています。アルバムには場所がわからない写真が他にもありました。こちらも教えていただきました。天津井から近い小石川後楽園、開園は1938年です。こちらの写真、こちらも円月鏡で撮った写真でした。服装が同じなので、この写真も小石川後楽園と思われます。